クリーンエナジー&アイコンストラクション。PB マップ I by 3D ビジュアルプラントデザイン。クリーンエナジーは仮想現実の目で地図の中に描く図面を提供します。これまでの 2D 設計はパネル配置のみを重視して課題の性能に基づいた設計が困難でした。高低差による影の影響、完成像がイメージしにくい問題がありました。これからの 3D 設計では、課題を含めた設置の検討ができます。正確な影の影響が視覚的にわかります。完成像をイメージでき、施工計画に役立たせることができます。クリーンエナジーが提供する PB マップ I は、4つのステップで統合的な設計を提供します。それでは、PB マップ I の各工程を説明しましょう。まず最初のステップは、お客様から資料をご提供いただきます。お客様からご提供をいただく資料は、土地データ、システムデータ、設計仕様書などです。ステップ2は、お客様からご提供いただいたデータから土地データの 3D 化分析をいたします。地形分析を行い、地形分析結果や設置対象エリア図の成果物をお渡しします。ステップ3は 3D レイアウトを作成いたします。地形分析図をもとに地図の 3D レイアウトを作成します。パネルや課題を設置した後に、ご要望に応じて樹木などの障害物を配置します。このようにして完成した正確な仮想空間をイメージアニメーションや画像集としてお渡しします。ステップ4は、日照と発電シミュレーションを行います。日照シミュレーションによって、高低差や季節による影の影響を知ることができます。発電シミュレーションによって、高精度な発電量評価を知ることができます。これらは発電量評価レポートとしてお渡しします。最終的に、お客様にはさまざまな成果物をお渡しいたします。成果物は、図面、アニメーションビデオ、日照シミュレーション、発電量評価レポート、配置イメージ、杭打ち座標リストなどです。応用として、杭打ち座標データを利用した施工が可能です。